アイテム番号 SCP-62JP。 オブジェクトクラスケテル、ニュートラライズド。特別収容プロトコル。 SCP-62JP-1 の周囲には常に2名以上の警備職員を配置し、遠隔カメラではしごを中心に映像を記録します。以前の収容手順は添付資料を参照してください。ニュートラライズド細分類前の収容手順参照用。 SCP-62JP はその大規模な影響範囲から完全な封じ込めは困難であり、影響範囲から一般市民を遠ざけることに重点が置かれています。主な対応策として、キャリアの多発地帯である SCP-62JP1 周辺の土地を財団傘下の企業に可能な限り買い取らせます。買い取った土地には高層マンションなどの大型施設の建造を理由に、可能な限り騒音を発生させ、近隣住民の退去を促します。また、当該地域の送電施設を抑え、定期的に1時間から2時間の停電を行います。これにより電子機器の使用頻度を下げるとともに、当該地域からの退去を促します。同時に、SCP-62JP1 を中心とした公共の文字案内には、外国語の併記などで可能な限り空白を減らします。SCP-62JP によるキャリアの死亡は現在のところ防ぐことができないため、周辺の病院施設に財団所属の医師を送り、その事後処理を担当させます。説明、SCP-62JP は、広域に及ぶ致死性の認識災害です。SCP-62JP は、SCP-62JP キャリアとなった対象者にのみ、認識できる文字情報として現れます。SCP-62JP キャリアは、SCP-62JP1 を中心とした、半径、キロメートルにわたって発生することが分かっています。SCP-62JP キャリアとなった場合、紙やモニタなどといった文字情報を投影できる媒体を視認した際に、一定確率で認識災害を引き起こす文字列、以降 SCP-62JP2 と呼称が現れるようになります。SCP-62JP2 は、一見して裁判の判決文のような文章ですが、内容は科学的根拠や法的根拠に欠け、現行の法務執行では作り得ない文章です。SCP-62JP2 の作成目的は不明ですが、キャリアの生命を脅かすという一点においては常に一貫しています。以下は、SCP-62JP キャリアの証言により書き起こされた SCP-62JP2 の一例です。被告人の左心房は、原告の保持する循環器系臓器との同一性保持権を侵害しており、その存在が原告の生存権を脅かしていることは明白であります。また、被告人の右上腕及び小腸の一部においても同一性保持権を意図的に侵害しており、これを放置されれば今後侵害箇所は増加していくものとみられます。以上のことを踏まえ、被告人の保持する違法箇所を即刻没収の後、しかるにべき判決を下すものとします。SCP-62JP キャリアは SCP-62JP2 の死因から、およそ3日から7日以内に、身体の一部の消失という形で死に至ります。致死率は現在のところ 99.8% です。極端な例として、耳だけを残しすべて消失した例もあります。上記の SCP-62JP2 を死認した対象者は、携帯端末を閲覧中にウェブページの間に上記の文章を発見したと証言しており、その5日後に出血性ショックにより死亡しています。対象を解剖したところ、上記の文章に書かれた箇所が消失していたことが確認されています。SCP-62JP2 を死認した後の記憶処置、影響範囲からの離脱は、消失現象の回避には効果がありません。キャリアの発生は対象者の死亡によってのみ、ようやく把握できる状況にあり、SCP-62JP2 についての証言が得られた事例はごく少数です。
SCP-62JP キャリアとして選ばれる対象者に規則性は見られず、その条件も詳細不明のままです。傾向として、電子機器の使用中に SCP-62JP2 を視認する事例が多数を占めます。SCP-62JP キャリアは、同時発生することも確認されています。最多で1日に3人、最少でも1週間に1人、新たなキャリアが発生しています。分布として、SCP-62JP1 に向かうにつれ、キャリアの発生が偏っており、SCP-62JP1 が何らかの影響を及ぼしている可能性が非常に高いと見られます。SCP-62JP1 は、の、に存在する、現在は放棄された電波塔です。上部が常に雲で隠れており、視認以外の方法においても上部の観測を行うことができません。晴天時の観測から SCP-62JP1 は、高さ30メートルほどで途切れていると見られ、その境界面から雲が発生しているように見えます。SCP-62JP の発生は、SCP-62JP1 が放棄されてから約3年ほど経過した後に発生していたと見られています。当該地域において、異常な死亡事例の報告が多数あり、財団による調査の末、SCP-62JP 及び SCP-62JP1 が発見されました。SCP-62JP はその大規模な影響範囲と、人類にとって非常に有害な効果がもたらされること、現在の技術では封じ込めが不可能と見られることから、さらなる異常性の解明より優先して、積極的な無力化が試みられてきました。無力化計画062-001 SCP-62JP1 の物理的排除 SCP-62JP1 全体を遮蔽液で覆う収容措置は、キャリアの発生を抑制できませんでした。無力化計画は次の段階として、SCP-62JP1 を解体し、無人の離島へ移転させる計画へと移行しました。重機による解体。失敗。物理的な損傷を受け付けないと見られ、SCP-62JP1 及び土台となっている建造物には、わずかな損傷も与えられませんでした。爆破による解体。失敗。同乗、SCP-62JP1 から20メートル離れた地面に、爆破による影響が見られました。土台ごとの移動。失敗。SCP-62JP1 を中心とした円筒型に、地面にも SCP-62JP1 と同様の性質が発生しました。地下への影響範囲は不明です。以降の物理的排除は、審議中に当該オブジェクトが無力化されたため実施されていません。無力化計画062-002SCP-62JP1 内部の破壊調査により、SCP-62JP1 中央に備えられたはしごが、外部から観測された高さ以上に、上空へ続いていることが分かりました。SCP-62JP1 は不可視の上部に、特異な内部空間を持つと見られ、その内部に異常性を発生させている要因が存在している可能性が指摘されました。その要因の停止もしくは排除も考慮し、異常性を消失させる手順を探るため、機動部隊が送り込まれました。第一次派遣は結果的に失敗しました。機動部隊8名中4名が即死したと見られ、残りの4名も7日以内に死亡しました。以下はその報告書です。第一次派遣の結果報告。筆記機動部隊隊員 G、SCP-62JP1 に設置されているはしごを登り、その上部を目指しました。上部は予測されていた高さよりもはるかに高く、段数を数えていた隊員によれば200メートルほどは登っただろうとのことでした。登っている最中もずっと雲の中でした。はしごの先には、何かの建物が建っていました。大きな建物です。国会議事堂のような古いけど、
よく維持管理された建物でした。その建物の前にある、マンホールから出てきたような感じで、そこはまた別の地面が広がっていて、濃い霧の中にいました。まずその建物に入る班と、さらに周囲を探る班に分かれました。私たちは注意深く建物の中に入りました。オブジェクトの性質から予想してはいましたが、中は裁判所のようなところでした。まさに裁判を行っている最中だったらしく、大広間を覗くと、弁護士のような人が何やら話していました。検察だったかもしれません。とにかく見た目は普通でした。その後すぐに、その建物の警備員のような人たちに呼び止められました。見た目も人間だったこともあり、私たちはまず生命と所属、目的を告げました。すると彼らも特に攻撃をしてくることもなく、奥の控え室へ来るように促されました。私たちは注意しながら、彼らの案内する部屋に行きました。その間も、探索班とは無線で連絡が取れる状態でした。控え室に着き、待つように言われたので、その間に探索班との情報交換を行いました。裁判所の周囲は、霧が立ち込めてるとはいえ、発達した街が広がっており、多少の文化的背景の違いはあれど、ほぼ私たちの世界と一緒に見えると言っていました。そこには人間も生活しており、会話も成立するようでした。しばらくすると、高そうなスーツを着た、弁護士か検察ような人が現れ、淡々と告げました。あなたたちは同一性保持権を侵害している、と。私は危険性を感じましたが、隊長は今少し様子を見ようと言って、彼らに促されるまま、法廷へ連れて行かれました。まず隊長が証言台に立たされました。私たちは傍聴席に座らされました。そこでは特に弁護や検証など行われず、判決文が読み上げられました。読み上げられた判決文は SCP-62JP2 と同様のものでした。すると、裁判長らしき人が、何か意見はありますか?と隊長に聞きました。隊長は、なぜあなたたちは私たちを攻撃するのかと、聞きました。すると、座っている位置からして原告の弁護士が、お前たちが生存権を侵害するからだ、と言いました。隊長は、そのような権利を侵害していないし、できる限り平和的にあなたたちとの関係を築きたいと言いました。私はそこで、気づいてしまいました。原告側に座っている、うつむいたままの原告が、隊長と同じ顔であることに。私は半ばパニックに陥ってしまい、その部屋から退出し、トイレに向かいました。トイレで一度落ち着いて、法廷に戻ろうとしたとき、法廷から銃声が聞こえてきました。激しい打ち合いです。私は急いで戻り、扉からそっと中を覗きました。仲間たちが、裁判官や書記や弁護士に向かってむちゃくちゃに銃を撃っていました。しかし、彼らには傷一つついていないどころか、幽霊か何かのように弾がすり抜けていました。彼らはずっと、静かにそれを見ていました。証言台には、パーツが半分くらいになった隊長が転がっていました。しばらくして、裁判長らしき物体が、法廷侮辱罪です、と言った途端、彼らは装備と服を残して、消えてしまいました。私はできるだけ静かに、冷静に、その場を去り、はしごからこの世界へ戻ってきました。以上です。第二次派遣は、機動部隊による SCP-62JP1 内部空間の大規模かつ徹底的な破壊活動が行われました。財団の保有する大量破壊兵器も用いられましたが、結果は失敗に終わりました。協議過程を経ずに作戦を承認した部隊長の処遇は現在審議中です。作戦詳細は報告書を参照してください。第二次派遣の結果報告。筆記研究員内、削除済み。第三次派遣において大きな成果を得ました。以下はその報告書です。
第3次派遣の結果報告。ヒッキティ博士、彼らを言いくるめました。追記系博士にもっと詳細に書けと言われたので書きます。第2次派遣作戦による影響を調査するため、機動部隊と共に私も SCP-62JP1 内部空間で同行しました。被害を最小限にするとか言って、隊員はたったの2名でした。はしごを登るのは大変でした。はしごの先は、すでに彼らによって封じ込め処置が取られているようでした。蓋は鉄格子に変えられ、入り口を覆うように建物が建てられていました。彼らは私たちが来たことを確認すると、鉄格子を開き、私たちを捕らえ、牢屋に入れました。牢屋といっても、拘置所のようなところらしく、他にも捕まっている人間がいるようでした。そこで数時間が経ちました。ああ、こんなことなら SCP-JP でもっと遊んでおくんだった、とか考えてました。その後、法廷に連れて行かれ、最初に私が証言台に立たされました。報告書で読んだ通りの判決文が読み上げられ、最後に、何か意見はありますか?と聞かれました。原告側の席を見ると、やはり私がいました。私は、私に尋ねました。そんなに生き残りたいですか?と。私はまるで、生きた人形か何かのように、無表情に、はい、と答えました。その声にも、またその場にいる誰の声にも、顔にも、生きている感じはありませんでした。彼らは権利だけを主張し、実際には生きていないのではないでしょうか。第一次派遣の報告書にも、彼らはただ歩き、ただ仕事をし、ただ眠るだけだったとありました。私は主張しました。私に流行るべきことがある。私だけではなく、この世界のために、危険を冒し、命を懸けて、異常な存在たちから、何も知らない人たちを守らなければならないと。生きる権利は誰でも持っている。しかし、生きる目的を持つ者は少ない。私は命が惜しいなどと思ったことは一度もないが、目的を果たすまで、絶対に死ねないと、できる限り合理的に説明しました。彼らは静かに、しかし驚いたような顔でそれをずっと聞いていました。話し終わってから、しばらく間があり、彼らの予想外のことが起きたのだと直感的にわかりました。そこで、私はふと気がつき、言ってみたのです。上告します。その瞬間でした。裁判官、書記、弁護士が皆、銃で乱射されたように血を流し、次々に床へ倒れていきました。私は傍聴席の機動部隊を振り返りましたが、彼らは違うと首を振りました。数分間の乱射があった後、静かになりました。私たちは、倒れた彼らを調べました。私は私に近寄り、触ってみました。すると、私は触れた部分から、霧か何かのように消えていきました。消える直前に、あなたはどこへ行くのですか?と聞かれましたが、答えることはできませんでした。しばらくすると、警備員のような人たちが扉から入ってきました。彼らは銃を構えていましたが、その時外から爆発音が聞こえ、地面が揺れました。一度や二度ではありません。何度も爆発が起こり、彼らは街の方へ走っていきました。私は気づいていました。これは、第一次と第二次派遣の攻撃が時間差で現れたこと、そして、消えた私を中心に、この建物も、霧のように消え始めてることに。私は混乱する機動部隊を促し、はしごへ向かいました。私たちは、爆撃や銃撃で瓦礫が飛び回る広場を走り、はしごのところへたどり着きました。建物の入り口は開かれていて、建物には誰もいませんでした。私は、この後最後に何が起こるのか知っていました。時間はありませんでした。彼らの作った、入り口の封じ込め施設を内側からすべて閉鎖し、万が一、こちら側へ影響が来ないようにしました。彼らの施設が、我々を守ってくれたことは皮肉です。閉鎖を完了し、
私ははしごを降りました。そして、最後に機動部隊隊員がこちら側から蓋を閉める直前、とてつもなく大きな揺れと爆音が聞こえましたが、蓋を閉めた瞬間、それらは消えました。霧のように。最初から何もなかったように。以上です。第3次派遣以降、SCP-62JP1 上部の雲が晴れ、5年以上にわたって新たな SCP-62JP キャリアの発生が確認されていません。以上の理由から、無力化計画062-002第3次派遣をもって、SCP-62JP は無力化されたと判断し、当該オブジェクトをニュートラライズドに再分類します。